こんにちは、めいちゅんです。本日は、意外とキャッチャーの方が気になってるだろう、240キロとかね、今まで私が取ってきて、親指痛いんですか、大丈夫ですかっていうことを結構聞かれるんですけども、本日は私のピッチャーギア紹介をしたいと思います。イエーイ。それではいきます、早速ゴー。ということで、キャッチやってて親指結構何回かやっぱ痛い思いしてて、実は240キロ取ってからちゃんとあの染み手とかね買うようになったんですよ。それまで学生の時まではテーピングだけで結構なんとかしてるところがありまして、テーピングを巻いて親指をこう持ってかれないようにするってことをよくやってたんですよ。まあ、それの紹介をしながら私の使ってるアイテムたちをちょっと紹介したいなと思います。最近私がずっと使ってるのが Z のキャッチャー用しび手袋、クロステータス高校野球対応の商品になってます。これね、普通のしび手はこうやって手のひらの部分のクッションと、あと親指のクッションがついてるんですけども、この中に実はこの板材が入ってて、親指がカチカチのが入ってるので、がつけても親指が持ってかれないよっていう商品になってます。これ結構使ってていいのが、親指本当にマジで持ってかれないんですよ。実は最近手に入れましたマクダビットのベイビーガードの商品です。守備手をつけてる状態でベイビーガード、これをつけてやるんですけども、まあ、これなんで買ったかっていうと、この親指ガードつけてても実は親指が結構心配な部分があって、親指一回折ってるのでここまでしか曲がんないんですよ。この違い結構親指無理やり曲げようとすると痛いんですよ。正直怪我はもうしたくないということなので、ちゃんとしたギアをつけてやっております。この使い方としては、この守備手をつけてる状態でテープ巻いてもらって、これで装着完了でございます。こちら結構ね分厚くなるので、グラブ結構キツキツな人にはおすすめできないんですけど、私の場合ちっちゃめに作ってもらっててもこうゆるゆるなのでしっかり入るんですよね。これをつけて親指をねガードこれからしていきたいなと思ってます。では次に、商品など買わない私はテーピング派だという方に、私がね学生の頃やってたテーピングの巻き方というか、ちょっと紹介したいなと思います。普通のこういうテープとかね用意してもらって、こう巻いて自分の親指の角度のまま、本当に私結構ガチガチに巻いてたと思うんで、で巻いてこうかな、簡単にただ巻くだけだったんですけど、この巻いてるだけでもね、わかりますか、曲がんなくなるんですよ。ただこの持ってかれないテープだけでも私はおすすめです。でもねこれ正直打撃に支障出るんですよ。グリップ持てなくなる時あるんで、あとこれちょっとあの太めのねこんぐらいのテープをここにこうやって巻いてました。私はここ剥がれちゃうんでね、手汗かきやすいんで、テープがねやっぱ剥がれやすいんですよ。すごいやっぱ正直マクデビットとかのグッズ非常にいいんですけど、市販のものなので確実に自分の指にフィットはどうしてもしないんですよ。だから完全にちゃんとフィットさせたくて、なおかつもっと薄くやりたい方は、私はこうテーピングなんかやっぱ個人的におすすめです。やっぱこのままの方がねしっかり自分のミットにもフィットするのでおすすめでございます。こちらの方がお好きな方というか自分の好みに合わせてこうやってグッズを使って活用しながら野球をやったらいいんではないかなと思います。そしてそしてぜひね、野球グッズでこういう商品いいよっていうものがありましたら、ぜひコメント欄の方でも教えてください。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。バイバイ。